県内で汚染の広がりが確認されている化学物質 PFAS などへの対策を求め、先週アメリカでは抗議デモが行われるなど関心が高まっています。こうした今こそ日本からも声を上げるべきとして市民が動き出しています。アメリカ・ワシントンで行われた化学物質による環境汚染への政府の対応の遅れに抗議するデモ。こちらには環境被害で亡くなった方に向けて花が手向けられています。全米各地で命の水、そして土壌が有機フッ素化合物 PFAS やジェット燃料などにより汚染され、命が脅かされている。母親たちの切実な声が響きました。ハワイのアメリカ軍基地で大量のジェット燃料が漏出。汚染された水道水を子どもが飲み、健康被害を受けた軍人でもある母親は。From President Biden on December 17th, 2021, just 4 days after my children ended up in the emergency room after being poisoned by jet fuel from turning on their faucet and drinking water. Every kid in America should be able to turn on the faucet and drink clean water. That shocked me, quite frankly.ホワイトハウスの前で開かれた市民による集会では、沖縄のアメリカ軍基地周辺で PFAS による汚染が広がっている現状も伝えられました。Our demand to the Japanese and United States government to detoxify Okinawa now.時を同じくして沖縄でも。アメリカ・ワシントンで行われているデモと連動して、汚染が確認されているここ宜野湾市でも市民が抗議の声を上げています。抗議のスタンディングを呼びかけた市民団体宜野湾美ら水会は、今年8月、普天間第二小学校の土壌調査を実施し、高濃度の PFAS が検出されました。これを受けて宜野湾市は、2年前に出された環境省の資料をもとに独自の試算を発表し、健康への影響は極めて小さいと結論付けました。しかし、環境学が専門の沖縄大学の桜井邦俊名誉教授は、最新の毒性評価とかけ離れていると疑問を投げかけます。この根拠が実はもう古いということなんですよ。そもそも汚染された環境で人は、飲料水や土ぼこりなどから有害物質 PFOS や PFOA を知らず知らずのうちに取り込んでいます。そこで環境省の審議会は、アメリカ環境保護庁が安全とする値に倣って、毎日摂取しても健康に影響が出ないとされる耐用1日摂取量を、体重 1kg あたり20ナノグラムとしてきました。しかし、このほどアメリカではその値が PFOS、PFOA ともにほぼゼロに近い値に見直されました。桜井教授は、この最新の数値を用いて普天間第二小学校の土壌から検出された最大値での試算を示し、こう指摘します。1日あたりに取り込む PFOS の量は耐用1日摂取量のなんと2倍じゃないですか。こちらは PFOA についてはなんと5倍じゃないですか。つまり耐用1日摂取量をですね、耐用1日摂取量を2倍とか5倍上回る PFOS、PFOA を吸収するということになりますよね。結論は全く異なると言わざるを得ませんね、ということなんです。桜井教授は直接宜野湾市に声を届け、市や県による詳細な土壌調査の実施を求めています。宜野湾市長が行うべきは安全宣言ではありません。新しい勧告書を踏まえた PFAS 汚染問題の考え方、これまだ日本は出してないんですよ。
これを出してください。それと同時に市民の健康を守るにはどうしたらよいのか、そのための施策を実施してください。またアメリカで国民の命を守るため水道水の基準などについて法整備が進められようとしている今こそ、日米両政府を動かすチャンスだと力を込めます。全体のメッセージの中では、ここ沖縄でも米軍基地が我々の飲み水を汚染してます、その水は我々県民だけでなく基地に暮らしている軍関係者、その家族の健康も脅かしているんです、そこをですね、やはり訴えていく必要があると思うんですね。はい、対応1日摂取量は土ぼこりだけでなく飲み水を含めての量です。宜野湾市に供給されている茶谷浄水場からの水には PFAS が含まれていることが分かっていますから、市民団体は子どもの健康を守るため行政による早急な土壌調査を求めています。有識者はアメリカで法整備が進めばアメリカ国民を守るため沖縄の基地内でも除染が進められると見ていて、日本国内の法整備が遅れれば基地の外の汚染は放置される恐れもあるとして、県や自治体が国に施策を求めていくことが重要と言えそうです。PFAS 汚染への関心が非常に高まっているアメリカで、毒性評価のあり方が見直されているわけですから、その最新の数値が持つ意味を行政は重く受け止める必要があるのではないでしょうか。